新型コロナウイルス感染を公表した俳優石田純一66の所属事務所メロンは16日石田のブログを通じて昨日15日に伝えた時系列に誤りがあったとし、追加も含め訂正したことを報告した。サイトでは現在入院中で石田と話すことができないため不明な点がございますが、入院するまでの1週間を分かる範囲でお伝えさせていただきますとし、この度ご迷惑をおかけした関係者の皆様には心よりお詫び申し上げます。今後は関係各所の指示のもと感染拡大防止に努めてまいりますと記した。時系列は以下の通り、4月7日火曜日ラジオ収録とナレーション収録、4月8日水曜日を不備で終日自宅で過ごす、4月9日木曜日文化放送にて生放送出演、4月10日金曜日仕事のため沖縄へ、19時30分22時自身のお店にて打ち合わせ、4月11日とホテル内のレストランで朝食、仕事関係者の方とゴルフへ行き、触れ中に体がだるく感じる、TV のゴルフ番組とは関係なし。その後、ホテル内のレストランで夕食。4月12日日曜日ホテル内のレストランにて朝食。その後、ホテルの部屋で休息。16:00から18時30分自身のお店にて台座。4月13日月曜日ホテル内のレストランにて朝食。その後、ホテル内の部屋で休息後に東京へ戻る。なお、4月11日以降は毎朝レストランへ入る前に検温しておりましたが、発熱や咳の症状はありませんでしたとし、4月14日、病院にて肺炎の傾向きが見られたため入院となり、PCR 検査を受けた結果、4月15日に陽性と確認されましたと伝えた。